にちは、りょうちきチャンネルウェブ主のぴよたです。さあ今回も東方位相決やっていきましょう。今回エクストラエリア9ラストだと思われる、水精霊の方からパキッシュエンジェルやっていきたいと思います。レベル100、こちらコメントの方で、このステージを攻略できたならばもうどこの水属性のステージだっていけるぜみたいなね、そんな感じのコメントがございました。気を引き締めてかかりましょう。こちらウェーブが2、ユニット6、水が3、闇が2、断りが1となっておりますので、地属性とはいかず闇属性パーティーでいきたいと思います。まあ地属性パーティー強いとは思いますけれども、まあ、前回の課題としてちょっと火力はあれど長期戦には向かないことが分かりましたので、今回は断りがね敵にいるということもありますので、それを考えた上でこちらのパーティーで行きたいと思います。普段純子ちゃんでまあ殴ってるんですけれども、今回は、特に何を考えず気分でアタッカーの方を呪い子ちゃんに変えております。まあ継戦能力多分高いのはね、純子ちゃんよりも呪い子ちゃん後半の方が強くなるっていうのはねかなりいいですからね。あと高速の、自己バフもあるんで、それも利用するとかなり立ち回れるんじゃないかなと思います。ということで、水精霊の方からパキッシュエンジェル、難易度ルナティックスタートです。そもそもね断り1が雑魚敵の可能性もあるから何とも言えないんですよね。さあまず出てきたのはゆうこ様 TP 茶材力150、全体攻撃の能力上昇 20% カンボで、能力減少 100% 反転、のるいこちゃん、こっちにも、TP に技威力500、単体攻撃の全能力 200% 減少、で高速5、自己強化の、高速 50% 上昇の品種特攻 100%、ウンディーネ CT 防御 100% で、普通にそうですね、誰を先に属性変換するかヌエちゃんの動かし方にかかってきますね。これどうしようか。いやでも普通に考えたら縦列で変換するならゆうこ様と呪い子ちゃんの2名を変換するのが一番なんですよね。だがちょっとウンディーネも怖いんだよな。結構さらっと流しましたけど CT ダメージが効かないっていうのはなかなかめんどくさい。まあとりあえず呪い子ちゃんが確か速度のデバフ持ってたはずだから 50% かなんかの、それを利用して早めにもう削りにかかるのが一番かな。ゆうこ様が反転しちゃった。あとでバフカットで削れる分は削りましょうか。沖縄さんのバフカットここで使うっていうのが一番いいかな。いやでもまあそこはゆかりさんのやつ見て使おう。さあこれで全員分やりましたかね。シュガーサテラちゃんも使った、ゆうこ様使った、セイガさん OK、 クリスマスのコアちゃんも行ったと OK です。じゃあレミリアさんに変えて属性変換、ゆうこ様とのるいこちゃん2名で、アンディファインドダークネスよりもこっちはもう CT を削る必要ないからなんか上昇しておきましょうか。炸裂攻撃の攻防上昇、いったんダメージは期待しない。さあ攻撃上昇はのろいこちゃん自己バフでいけるんで、攻撃上昇ここはどうしようか。ぬえちゃんも自己で上がるから沖縄さんに振っときましょうか。でエンハンスは間違いなくのろいこちゃんで、速度上昇レミリアさんですね。ここで、こっちはバフカットのやつで上げてしまったゆうこ様を攻撃と速度を下げる。さあレミリアさん攻防上昇を打ってからの SP 回復。さあ SP 回復はね高速で周回させるんで多分大丈夫で、CT はのろいこさんが瀕死特攻のやつだからそうだね打っても大丈夫だけども、まあ今のところまだ SP にみんな余裕があるからレミリアさん高速周回よりこっちにしましょうか。単体攻防減少、
それが打てるのか、単体の攻防現象を、じゃあ動かれるとまずいし属性も違うしで攻撃下げといた方がいい、こちらで高速上昇もやっておきましょう。単体 50% でも振ってすごいな。で速度もこっちや下げられますしね。どうしよう、全体攻撃の200では多分落とせないんだよな。まあでも呪詛返し、いや速度下げとこう、こっちは下げとこう。 50% 下げると本当にいろいろ変わってくるはず。で優子様が、そうかそこか、アンディファウンドよりもやっぱり高速攻防速上げた方が良さそうですね。デバフは優子様に変換されちゃうので打たない。さあ障壁が剥がされてエミリアさんにナイスダメージ、ちょっと嫌だな。もう呪い子ちゃんだけにダメージを与えてくんないかな。さあどうする、アナーキーバレットヘル打って CT をまずは下げましょうか。呪い子ちゃんさえ下げればね、 HP 瀕死特攻の呪い子ちゃんさえ下げれればなんとでもなる。で、属性変換をここでウンディーネにも当てていきましょう。でアンディファインドダークネスのやつでうまいこといけるかな。さあアンディファインドで減らすと、さあスティアザ・グングニルを、ユーコ様とウンディーネの2人 TP を削る。で呪い子ちゃんはどうする、単体攻撃のやつをやるかと言われたら、どれぐらい今減ってる HP、これどこで見んだっけ、入れ替えで見れるか。今半分くらいなんで、だいたいまあ 150% ぐらい、 1.5 倍ぐらいになってますね多分。なんでそれをやるならば単体かな、威力450叩き込んでみよう。で16000、まあ微妙ではあるが大丈夫か。スピアザグングニルを、おいこちゃん動くけど多分アンディファインドダークネスのやつでなんとかなるか。じゃ下に行きましょう。で、アンディファインドダークネスが打てない、打てないと来るか、それは困ったな。休ませましょう、レミリアさんのやつが間に合ってないのか。じゃあ SP 回復を打ちましょう。うん、レミリアさんの HP がちょっとまずいね。スピアザ・グングニル、ここはこっちに打つしかないけど、呪い子ちゃんのやつまずいよね本当に。さっき放置したのが悔やまれるね。スカルトデビル打っておきましょう。 TP はヌエちゃんなんとかしてくれ。攻防現象は一旦無視で、呪詛返しよりもやっぱりこっちは落としておくべきだね。うん、ナイスダメージ。でここで属性変換はいいから TP を削りましょう。呪い子ちゃん耐えますけれども、まあそれでも属性エンハンス呪い子ちゃん OK、 ナイスダメージをこれで稼いでください。で、攻撃上昇、そうだね、みんなちょっと微妙に緩和食らってるからめんどくさいのもそうなんですけれども、まあ呪い子ちゃん次打てるんだよね普通に。じゃあどうするか、ヌエちゃんかな、ここ攻撃上昇で、速度上昇誰、沖縄さんかなここで、これをやったら残り HP が2650に削れるか、削れるか。さあ呪い子ちゃんの HP、 こう OK 削れた。さあここでレミリアさんがちょっと危ないね、攻防上昇やってレミリアさん休むしかないのか。 SP 意外とギリギリなんだな、こう見ると。でアンディファインドダークネス、呪い子ちゃん、そもそもこの状態で今エンハンスがかかってるはずだから、デバフを入れなくてもこれでいけるはず。 OK、 ナイスダメージ。さあウェーブ2、初手から、レミリアス生きてる357ってなんだよ、危な。さあ、出てきたのはアークウィザードと幻月ちゃんと無月ちゃんコンのおしまいか。無月ちゃんが TP に技威力250の全体攻撃、全体の攻撃 25% 上昇の CT ダメージ 100% 防御。幻月ちゃんが、まあ、さっき使った、ノワールレクリエーション、こちらが炸裂攻撃の防御 10% 減少、あと CT0 技があって、無限共鳴で、CT ブーストが 100%。
アークウィザード TP2 破砕力250の全体攻撃、攻撃ガード貫通のこちら側の防御速度 25% ダウンの CT ダメージ 100% 防御、通常技の全体攻撃で SP を20減少。なるほどなるほど、ちょっと時間危ないんで一旦録画切ります。はい、ってなわけで再開、再開したけどどうしよう。敵は、何もなってないから、さっきエンハンスで、しかもエンハンスじゃない、ブースト 100% でも使ってる技が CT50 なんだ。これは厄介だったね。 CT 削れるキャラが近場にいなかったら本当に厄介だ。で、まあ属性変換技使えてよかった。これでヌエちゃんの SP は死んだね。入れ替えましょう。もうヌエちゃんである必要はなくなった。さあここ、CT 増加は誰に使おうか。呪い子ちゃんかな。ここはでもその前に何か打てるか。使えないね。 CT 増加呪い子ちゃん。ここまで HP が減ってくれてると全体技もいい感じに刺さってくれるはずはずだ。はい、ということで全体攻撃で CT を削る。微妙なダメージ。さあまずは単体の攻防減少、そもそもデバフが効くのは誰でしょうっていうことをもう一回見ましょう。全員効く。なるほど、じゃあアークウィザードが一番まずいよね。この二人、幻月ちゃん無月ちゃんコンビ、今回肥沃の翼持ってないんで、ダメージを二人片方削ったところでダメージは変わらないんで、攻防減少をまずはアークウィザードで、自分の高速上昇をかけましょう。あとどうする、全体でやるか、それとももう普通にぐちゃっと潰しにかかるか。単体で残りの HP とかと相談ですけれども、いや、アークウィザード厄介だし、全体攻撃持ちなんで先に落としにかかりましょう。そうしておかないとまずいだろう。さあスピアザグングニルでアークウィザード残り5390、落とせる落とせる、 OK、 アークウィザード落とした、ナイスです。さあこの後の展開はどうなるのか僕も知らない。神の味噌知ります。神の味噌汁。とりあえず TP を削る。高速周回は多分もう叶わぬ願いだと思いますので、属性エンハンス呪い子ちゃんで、呪い子ちゃんにやって、攻撃上昇はゆかり様かな。まあゆかり様もどうかっていうところですけれども、で、速度もゆかり様。さあもうこのままゆかり様でいきましょう。バフカットはいらないけど、まあ打てるから打つか、いや入れ替えましょう。ここは入れ替えよう。誰か CT を削れるやつ、またはそうだね、障壁、あー敵の方が早いのか、マジか。ここで2人が落とされるのはちょっと痛手だぞ。マジか、敵も今 CT100 で溜まってたのか。それはちょっと言ってよ知らんがなっていう話ではあると思いますけれども、 SP を回復させる存在がいなくなって、バフだけ、バフ役割のやつだけが生き残りました。はい、単体攻撃もそうですけれども、速度をまずは下げにかかりましょうか。あとは TP を削れるのが今ヌエちゃんと、あと後ろにいるセイガさんだけ、なんですけれども、ヌエちゃんがもう、はい、役に立たないのでセイガさんゴーで、CT 増加は誰にやる。ここは CT を防ぐのがムゲツちゃん、HP を下手に減らすのもまずいんですけれどもね、どうしましょう。 CT 増加を、いやでもゆかり様だな、ここさっきのエンハンスをゆかり様にかけておけば悔やまれますね。さあ障壁は張ったで、今ゆかり様エンハンスはかかってないんだよな。そうですよね、ゆかり様は、あ、いや攻撃ガードか、ブーストじゃないわ。じゃあ全体じゃなくて単体のやつを威力高めに削っていきましょう。で TP は先に、動けるやつが削るしかない。さあバフカットか、いらない、いらないけど食らうとまずいんだよ。あぶね、ゼロ技で今防げたのがでかかった。でも早い、動きが早い、危ない。さあアナーキーバレットヘルでナイス、ダ
倒せない。さあ速度上昇、ここの状態で無限共鳴をね、撃たれると死ぬ。確実に死にます。なんで死んでもいいキャラを用意するか、またはもう一気に上から叩くか。残り無月ちゃんの方が今 TP2 溜まってる。710に落とせるか。これで落とせるなら言うことなし。落とせ。 OK。 さあこの後ゆかりつさまがとりあえず、まあ油断はせず行きましょう。危なー、もうほぼほぼサポートメンバーだけになってる。とりあえず CT 上昇とかもみんな使って、単体攻撃の威力300のやつで沈めてる。 OK です。はい、ということでクリアです。白霊の涙1つと口伝の書が2つゲットですね。危なー。アークウィザードあのタイミングで沈められたのはでかかったですけれども、 CT50 技、あの2人のね CT50 技が高速周回するのは見てる様怖いですね、マジで。TP たまんの早すぎる。はい、ということでなんとかクリアできました。で、まだありますね、酔いどれ悪魔。まあまあ次回にも続きましたけれども、一応パキッシュエンジェルクリアです。はい、ということでここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。